世界中の人たちが見つめる月。月は日本でも大昔から馴染み深い天体です。今回は秋のお月見に合わせて月の秘密に迫ることにしましょう。さあ、今村さん、はい、9月に入りましたね。そうですね、はい、とうとう9月に入りまして、はい、まだまだ暑いんですけれども、うんうん、だんだんと秋のね、季節へと変わろうとしています。はい、はい。まあ、長谷川さん、はい、秋といえば何をこう思い浮かべますか？あ、私はね、秋はもっぱら食欲の秋なので、はい、もうお団子をすごいいっぱい食べるんですよ、この時期。いいですね、はいはい。お団子を食べながら、はい、そしてなんか夜に見たいものがないですか？あります、はい、月。あ、なるほど、はい、いいです ね、 ね、はい、秋といえばやはりお月見ですよね、うんうんうん、はい。というわけで今回は月の秘密、はい、をテーマにしまして、はい、お月さんのことをいろいろお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。ではこちらのお写真をご覧ください。はい、はい、これ何でしょう？お、満月かな。そうですですよね、はい、はい、満月ですね、うんうん、美しいですね、はい、あ、長谷川さんのように美しいですねありがとうございます。ちょっとまん丸さ加減はね、同じぐらいだと思いますけど、はい、はい、ではそんなね、このお月様には模様がね、はい、よく見るとございますが、うんうん、そうですよね、はいはい、長谷川さん何に見えますか？やっぱりね、よく聞くのが、もうちっちゃい頃からうさぎさんいるよねみたいな話はね、はい、してました。なるほど、はい、月のうさぎということですね、うん、はい。まあ、ただどんな風に月のうさぎがね、ここに描かれているのかってなかなか難しい。さっぱり見えたことないんですけどね、はい、はい、ですよね。なので今日はちょっとね、こんな絵を私用意してきました。はい、はい、お、どうでしょう？見えてくるような気がしますね無理やり感がすごいですけどありがとうございます、はい。まあね、こうやって昔の日本の人たちは月の黒っぽい模様をね、たどって、うんうん、はい、うさぎの耳があったり、うん、そして、餅をつく臼があったり、うん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 、そして餅をつくためのキネがこの、ね、はい、うさぎが持ってたりということで見ていたようなんです。そうですよね、はい、はい。まあ、これは日本独特な見方になるんですけれども、はい、うんうんうん、これ世界によってですね、はい、見方がね、違うところもあるんです。なるほど、どういった見方するのかすごい気になりますね、はい、じゃあ次これ見てみましょう、はい、次は、さあ、これは何に見えますか？これはカニですよね。あ、素晴らしい。あ、よかったよかった、はい、お名刀ですね、はいはい、カニのハサミの部分がね、うんうん、こう鋭く見えていますが、はい、さっきその部分はウサギの、ね、耳になっとったんですが、うんうん、そうですね、はいはい、ヨーロッパ南部ではそういうふうに見ていたようです、うん、なるほど、はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、次は、はい、こちらの絵をご覧ください。どうですか、うんうんうん、これは見えますか？顔を思いっきり描いてますけどちょっと描き足しちゃったんですけどね、私。女の人ですよね。あ、その通りです。ですよね、はい、これはですね、実は女性なんですが、はい、本を読む女性になります。あ、そんな細かい設定があるんですね。そうなんですよ。びっくりしました、はい、でこちらは、まあ、ヨーロッパの北部でこういう風な見方をしていたそうです、はい、なるほど、まあ、ヨーロッパでも全然見方違うんですね、はい、そうですね、うん、人間になりましたね。じゃあ次行ってみましょう、はい、じゃあ次はこれもある動物なんですが、何に見えます？これはライオンでしょう。大正解です、はいはい、こちらはですね、まあ、オスライオンで、うん、飛びかかっているような形でね、うんうんうん、描かれていますね、はいはい、アラビアのね、あたりでそういう風にライオンと見ていたそうなんです、もう日本とは大違いじゃないですか。そうですね、ウサギとライオンだと、はい、かわいいね、ウサギと、まあ、勇猛果敢なね、はい、ライオンということでね、え、はい、いろんな見方があるんだなとびっくりしました、はい、ありがとうございます、はい、ではね、まあ、そんな世界中の人が見たことがあるお月様なんですが、はい、まあ、同じ地球から見てますね、うんうん、そうですね、はい、そんなお月様を、はい、まあ、例えばどれぐらいのこう大きさで見えてるのかってこう考えたことありますか？うんうん、もうなんか結構ちっちゃく見えてたりしますよね。はい、はい、それはちょうどね、はい、今回はお金を使って比べてみたいなと思います。わかりました、はい、
実際にお金をこちらに用意していただきまして、はい、こちらにお金を用意しました。はい、500円、100円、1円、5円なんですけれども、はい、今回は腕をこうピンと伸ばしていただいて、はい、お金と比べます。あ、なるほど、はい、ただしですね、はい、うん、5円玉は5円の穴です。あ、穴の方ですか。はい、で比べることになりますので、はい、じゃあ長谷川さん、ちっちゃいように見えますけども、ね、いやでもね、まずちょっと500円と100円からちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、500円、あー、これ大きすぎるんですね。大きいですね。こんな感じで大きく見えてるような感じはしないですね。はい、で100円玉もちょっと大きい気がします。はは、違う、これは絶対違う。では1円玉と5円玉見てみたいと思います。はい、これだわきっと今村さん、1円ぐらいの大きさで普段見えてるような気がします。なるほど。一応でもね、念のため5円玉も見てみますけども、はい、これはちっちゃすぎるわ。ちっちゃいですかね。ちっちゃい。ということで私の出した結論はですね、はい、1円玉ぐらいの大きさで、はい、お月様普段見えてるんじゃないかなと。なるほど、思います。はい、はい、じゃあ正解はどれかというと5円の穴です。あ、5円、5円、思いっきりこれやって言おうと思ったんですけど、はい、実は、はい、実際には腕をピンと伸ばした5円の穴に入るぐらいお月さんって地球から見ると小さいんです。こんなにちっちゃいんですか。はい、でもたまにね、こう、はい、かなり大きく見える時があるんですよ、月様。はい、あ、なるほど。はい、それはね、月が出始めの頃っていうのは、うんうんうん、山や周りの建物なんかと見比べることができます。はい、そうですね。そうするとね、目って錯覚を起こして、うんうんうん、なんか普段よりもね、ちょっと大きめに見えたりするんです。そうですよね。はい、あ、じゃあ目の錯覚だったんですね。はい、なので、はい、お月さんも五円玉を使ってね、見てもらうと、はい、地上に近い時とお空の上ではね、実はそんなに大きさ変わりません。そうなんですね。はい、じゃあもうこれ実際に合わせると大体このぐらいの大きさってことなんですね。はい、見えますよ。ぜひやってみてください。ちょっとやってみます。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、そんなお月さんなんですが、はい、まあ、地球から離れてるんでね、やっぱそれだけ小さく見えます。そうですね。はい、では月と地球の距離っていうのはどのぐらい離れているのか次考えてみます。はい、わかりました。ここに4つ選択肢があります。はい、いろんな距離があります、ね、そうですね。はい、長谷川さん、じゃあどれが、まあ、正解だと思いますか。で、多分相当離れてるんじゃないかなと思うので、はい、1億キロメートル、はい、かなと、と思います。わかりました。じゃあどれかというと、はい、これなんですね。もう私当たった試しがないですね、クイズ。40万キロ、はい、そうなんです。月までの距離はおおよそ40万キロメートル。なるほど。で、まあ、正確にはおおよそ38万キロメートルぐらいになっています。うんうんうん、あ、そうなんですね。はい、うんうん、で、さっきね、4万キロメートルという選択肢がありました。あ、ありましたね。それはね、実は地球1周分の距離になります。そうなんですね。はい、なので、はい、地球何周したら月まで行ったことになりますか。10周すると月。その通り、計算が早いですね。ありがとうございます。いいですね。はいはい、なるほど。はいはい、そんな感じでね、まあ、地球10周分ぐらいの距離離れていることになります。うん、おお、はい、わかりました。はい、ではね、次の話題へ行きたいと思います。はい、はい、はい、では長谷川さん、ここにちょっと今回また小道具を並べさせていただきました。お得意の小道具ですね。で、今回ね、まずは月の大きさを、実際の大きさをね、考えていきたいと思うんですけれども、はい、ここに地球儀があります。はい、はい、お月さんっていうのは地球より小さいんです。あ、なるほど。はい、はい、ですが、どれぐらい小さいのかっていうことをちょっと考えたいと思いますので、はい、長谷川さん、お月さんの大きさ、地球がこれぐらいだとしたらどれが近いと思いますか。この中に正解あるってことですもんね。はい、でもかなりちっちゃく見えるので、はい、離れてるとはいえど、はい、まあ、これかなっていう。なるほど、ね、この中ではこう、うん、一番可愛いやつ、ね、可愛いやつは月かなと思います。わかりました。はい、では正解はどれかというと、うん、これなんですね。そっか。はい、こちらの、まあ、右から2番目のやつですね。あ、じゃあ私が想像するよりかなり大きいですね。はい、そうなんです。はい、うんうん、で、お月さんの大きさっていうのは、はい、地球のおおよそ4分の1の大きさです。
あ、じゃあこれが実際4分の1になってるっていうことなんですね、はい、そうなんです。なるほど、はい、で今日はね、ちょっと一応ですね、はい、同じ大きさで月の模様をつけたボードの、はいはい、用意しました。はい、はい、まあ、これぐらいの、ね、差で見えるというわけですね、うんうんうん、実際にはね。なるほど、はい、で、まあ、これじゃちょっと分かりづらいなという人のためにですね、例えばスーパーに行った時ですね、はい、うんうん、大きめのスイカとリンゴを、ね、見比べてもらっても、はい、地球と月の大きさの、ね、関係になります。ね、すごい身近で分かりやすいですね、はい、それは。またスーパー行ったらぜひやってみてください。はい、はいはい、ではね、次の問題へ行きましょう。はい、分かりました。では次はまた別な道具を用意させてもらいました。はい、はい、これはですね、これから何を考えるのかと言いますと、地球の重さと月の重さを比較しようというわけです、うんうん、なるほど。でペットボトルでやっていくっていうことですね、はい、そうですね、はい、まず地球の重さを例えばこのペットボトルいっぱいいっぱいに凝縮したとします、うん、水が入ってますね、うんうんうん、結構重たいですよ。あ、重たいですね、はいはい、じゃあこれと比べた時、うんうん、水の量がこの黄色の液体で4分の3、はい、2分の1、2分の1、4分の1、うんうん、空っぽの80分の1になります、はいはい、では月の重さはこの4つのうちどれになると思いますか。でもさっきね、あの大きさが、はい、地球の4分の1の大きさが月だって言ってたんで、はい、単純計算でいくと、あ、それになると思いますか。これでしょう、絶対。あ、なるほどなるほど、これだと思います。わかりました、はい、答えはどれかというと実は、はい、空っぽなんです。空っぽなんかこんだけ軽いんですか。そうなんですよね、持ち比べて。いや全然違いますよそれは、はい、月ってこんなに軽いと思わなかったんで、はい、驚きですね、まあ、大きさでいくとね4分の1なんですが、はい、まあ、体積なんかもね効いてきますので、うんうん、はい、地球の重さのねよく約80分の1が月の重さになるわけです。なるほど、はい、軽いんですね、はい、まあ、こんなことね、はい、お家でもこうやって持って比べてできますんでね、うんうん、はい、テレビの前の皆さんもぜひやってもらえたらなと思います。はい、はい、では最後のお話いきましょう。はい、はい、最後はですね、はい、まあ、秋といえばお月見ですので、うんうんうん、皆さん月を見たいなと思うんです。はい、そうですね、はい、で、秋頃には中秋の名月と呼ばれるものがあります、うん、はい、あ、聞いたことありますよ、はいはい、でこれはまあ概ねですね毎年秋頃にあるわけなんですけれども、うんうんうん、今年2018年は9月の24日が中秋の名月にあたります、うん、なるほど、はい、まあ、この中秋というのはですね、うんうん、旧暦といって、うん、昔日本で使われたカレンダー、うんうんうん、これの8月15日にあたる日を中秋と呼んでいます。お盆の期間ですよね。あ、そうですよね、はい、昔のね、うんうんうん、はい、こんな時に実はちょうどお月様が東から登ってきまして、うんうんうん、そしてさらに南の高いところに来てもちょうど見やすいね45度ぐらいの高さで見えるんです。あ、なるほど、はい、なのでこうお月見するにはちょうどいい具合で見えますので、角度が素晴らしいからこの時期にお月見しようよっていうことだったんですね。そうなんです。冬場になるとね、うん、お月さんって頭の真上ぐらいに見えますし、うんうん、夏場になるとお月さんって南の低いところを通っていくのでね、うんうんうん、あのどうしてもこうすぐ沈んでしまうんです、うん、なるほど、はい、なので秋頃っていうのはだからお月見がいいんですね。あ、いいですね、はい、いやということで、あれですね、もうみんなでお月見をしてワイワイこうお団子をパクパク食べて、そしてちょっとね、はい、まあ、今日の月の秘密もまたね、はい、思い出してもらえたらなと思います、はい、ぜひぜひじっくりとお月様見てみてください。ということでコスミのサイエンス TV いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。